花笠サークル指名書家です。私たちは8月に行われる花笠祭りを中心に県内、県外、時には海外でも踊りを披露させていただいております。本日は山形県を越え、ここ茨城県で花笠踊りをお見せできる機会をいただいたことを嬉しく思っています。花笠踊りとは山形県に伝わる濃厚文化を創出させる振りで構成されています。私たちはその花笠踊りを自分たちなりに星のある大きな振りが特徴の踊りに変化させていただきました。そこもぜひ注目してご覧ください。それではお願いします。皆さんこんにちは。山形大学花笠サークル指名書家です。よろしくお願いいたします。
ました。